ジチオトレートール、または、ジチオスレートールは低分子酸化還元剤の一つ。分子式は、C4H10O2S2 であり、還元型では、直鎖状、酸化型では、ジスルフィド結合によって6因還となる。この名称は4担当のトレオースに由来している。ジチオエリトリトールとは、エピマーの関係にある。クリーランド主役、クレラン主役とも呼ぶ。 SDS ポリアクリルアミドの電気エイドで用いられる。DTT は分子内ジスルフィド結合によるロクイン管を形成する傾向が強いことから非常に強い還元剤である。酸化還元デニは pH7 でマイナス0 3 3トである。典型的なジスルフィド結合は数のような連続したチオール、ジスルフィド交換反応により還元される。 二つ目のチオール元は缶を閉じようとする傾向が強いため中間体は不安定で酸化型 DTT が生じてジスルフィド結合が還元されるチオール元の負荷は通常8.3程度であり負に帯電したチオレート型のマイナス S マイナスだけが反応性を持っているため DTT の還元力は pH が7以上の場合に限られる 連続した、チオール、ジスルフィド交換反応による、典型的ジスルフィド結合の還元、DTT の利用法としてよくあるのは、チオール化した DNA を還元して、脱保護するものである。チオール化 DNA の末端の溶原子は、溶液中で二量体を作りやすい。例えば、バイオセンサーとして金表面に DNA を固定化するような場合、 二両体が形成されると、カップリング反応の効率が著しく低下する。そこで、DNA 溶液に DTT を加えて反応を助け、その頃かやクロマトグラフィーによって DTT を除去する。DTT は、タンパク質のジスルフィド結合を還元し、タンパク質のシステイン残機の間で分子打ちまたは、分子間のジスルフィド結合が形成されないように、 するためによく使われる。しかし、DTT は埋没したジスルフィド結合を還元することはできないので、ジスルフィド結合の還元は高温、または高濃度の編成剤を加えた編成条件で行うことが多い。逆に、個々のジスルフィド結合が溶液にさらされているかどうかを、DTT による還元速度で分析することもできる。 DTT は酸化剤として用いることもできる。グルタチオンなど他の薬剤とは違い、ジスルフィド種が混合しないという利点がある。非常に稀なことだが、DTT の2つの溶原子が異なる溶原子と、ジスルフィド結合を作り DTT 付加物が生成することがある。その場合は、自由なチオール元がないため DTT は、感情化できない。 空気酸化を受けやすいため DTT は比較的不安定な化合物であるが冷凍して不活性気体雰囲気化で取り扱うことにより寿命を長くすることができる。プロトン化した溶原子は吸覚性が低いため PH が低下すると DTT の作用が落ちる。より安定で低 PH でも作用する代替品トリケホスフィニエン塩酸塩がある。ありがとうございます。